毎回サイレントサイレンのあのツアーで毎回メンバーでこう競い合って罰ゲームを決めてるんですけど、今まで無人島に行ったりとか日本一のバンジージャンプ飛び降りたりとかいろいろあったんですけど、今回は、31時間テレビという罰ゲームでして、31時間寝ないで、自分でその罰ゲームになった人が企画構成出演すべてするっていう、過酷な、罰ゲームだったんですけど、それが私にがなりまして、逆に言ったら企画構成すべて自分でやっていいんだったら、じゃあ好きなことやろうって思って、以前からこうつながりのあった高橋監督とずっと楽しいことしたいねって話してたので、ぜひ監督の下で映画というかドラマを作ってほしいって、その時はドラマとしてお願いしたんですけど、頑張って深夜というか、明け方まで起きて見てくれた人もいれば、見ようと思って待機してたのにギリギリで寝ちゃった、だからもう一回見たいみたいな、 DVD 出してくださいとか、なんかどういう形でもいいからもう一回見たいっていう声も結構多かったので、それが実現できてよかったなと思いますね。ミュージックビデオとかでちょっとしたその演技ほどはいかないけど、こういう風にしてって言われることはあったんですけど、ちゃんとした映画を作る演技をするっていうのはみんな初めてだったので、最初はもう不安しかなかったですね。覚えれるのかなっていうのもあったし、私は私役で出たんですけど、なんか自分でもこういう喋り方はしないし、こういう言葉は言わないのになって思いながらやってるところがあって、そこはすごい難しかったですね。でも一番最初そのドラマ撮るみたいな時も、あ、いいじゃんみたいな、あいにゃん、じゃあなんかラブコメみたいな、もう超少女漫画みたいなやつやってよみたいな、楽しみにしてるみたいな感じだったんですよ。なんかもうあいにゃんが一人で主人公として出るみたいな感じだったので、でもいざやるとなった時にもう本物の監督の高橋監督に台本を書いていただいて、でちゃんとしたカメラでもうこう内々な感じじゃなくてちゃんと撮るっていうのが決まったっていうのを聞いた時すごいびっくりしましたね。本気じゃねえかみたいな、めちゃくちゃ本気で、台本もらった時が一番めっちゃ映画だみたいな、すごいセリフたくさんあるし、うわどうしようみたいな風に思ったのを覚えてます。いやみんな不安そうだ台本もらった時が一番ね、やばいみたいな、結構ガチじゃんみたいな、最初はさ本当にマネージャーのじゃあ iPhone で撮ろっかとか、そう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 いう感じだったのね、本当そのレベルの話だったのがどんどん本格的にね、なってたから、みんなプレッシャーがありました。もっといけるみたいな、もう一回やってみようっていうのがかなり多くて、監督も本気でやってくれてるから私たちも本気でやんなきゃなっていうスイッチが入ってみんな頑張りました。手加減なかったよね。なかったね。それってさ実際こうじゃないとかもっと考えてみようよみたいな感じで、本気でダメ出しされてるじゃないですか。本気でダメ出しされた時もありましたやってるつもりなんですけど画面越しだとやっぱ違うんですよね。難しい。いや本当思ったよりすごいガチな感じで動き始めちゃって、自分たちはやっぱ演技経験者もいないし、こう演技の道に進もうと思ったこともないので、なんか何が正解かが分からなくて、でも4人それぞれが同じ状況だったので、4人一緒だからできるだろうと思ったんですけど、さっきスーが言ったみたいにこう画面で見ると、自分が撮ったのを見るとなんか思ってた動きと違うなとか改めてこう役者さんの凄さっていうのを目の当たりにしました。最初にスーと出会うシーンがあるんですけど、スーのことをすごい恐れている役で、でスーがこう気さくに話しかけてくれるけどそれをひたすら嫌がって逃げるんですね。でその時になんか雨が降ってきちゃって、ですごくいいシーンだからこそ、その土砂降りではなかったので小雨の中お互いが濡れてヤンキー映画みたいな感じでなんかでも私は好きだよみたいな、なんでこの人私のことこんな好きだって言ってくれるんだろうみたいな、すごいいいシーンだったんで、監督も熱が入って何回も何回も撮り直しをして、で私ウィッグだったのですごいもうびしょびしょになって頭も重いし、ですごい服もびしょびしょだし風邪ひきそうってシンプルに思いました。でもあのシーンはそれこそ自分は
あウィッグびしょびしょだなとか服が濡れてるとかそういうことばかり気にするんですけど、画面越しで見るとそんなの何も気にならなくて、そういうことも勉強になりました。最初にやっぱ心を開くっていうのをこう表現するのが難しい。私だってお酒飲んでいい気分になってやるって言ってたもんね。そうだ、感動のシーンからのちょっとだから本当のアイニャの誘った時と被ってて、アイニャンをバンドに誘った時は私はアイニャンがベース弾いてるのを知ってたけど、アイニャンにそれを言わないで、なんか今ベーシスト探してるんだけどベース弾ける子とかいないですよね、てかアイナさん弾けないですよねみたいな言ったら、え私ベース弾けるんだけど、えやる運命かもみたいな感じで、まあちょっと騙したというかちょっとそういうのがあったので、それに近いことを映画内でもやってて、ビールを飲ませて、そうね、言わせるみたいな。なんかだから結構みんなすごい変わったキャラなんですけど、自分たちとも重なる、なんかこう例えば、うん、はい、加入する順番は本当にそのまんま、最初スーヒナで次私で次ゆかるんでっていうのも実際と一緒だし、ちょいちょいリンクするので感情移入もする場面が結構たくさんありましたね。コアなファンの方は、あこのセリフってもしかしてとかすごい気づくところはたくさんあると思います、うん、最初に見たのは多分エンディングの方だけを監督と一緒に見せてパソコンの画面で見せてもらったんですけど、その時点でもなんか感動しちゃって泣いたりとか見せてたんですけど、シンプルに内容が良かったっていうのと、やっぱなんかちょっと自分たちの話も入ってるのでなんかリアルに感じれたっていうのはあって、総じてすごい泣きました。サイサイの恋のエスパーっていう曲がそのよくライブ中に演出でスーがこう時間を止めて曲を止めてっていうことをフェスとかワンマンとかでもやってた、こすってたんですよ、すごい何回も何回も。でそれを元にこのお話も作られたのが本当に奇跡というかぴったりだなって思って、でそのライブのシーンっていうのはもともと最初のワンマンのライブシーン、ライブ映像で、その映画のために撮ったわけではなく、たまたまと言いますか、そこをはめ込んでその演技もこう交えたので、なんかすごいこんな組み合わせることできるんだっていうのに感動しました。なので曲もすごい生きたなって思うし、内容が、脚本がすごいなって改めて思いました。スーの動きにスー自身が合わせてはーって合わせたので、リンクしたのはでもすごいですね。でもシンプルになんか感動しました、はい、本当すごいいいお話を書いていただいたので、でやっぱそのなんだろう、台本をいただいてるのでその内容は知ってるはずなんですけど、やっぱいざ全部がこうみんなが撮った全部がつながって、でもちろんその自分が見れてなかったそのスーだけのシーンとか、スーとヒナ2人のシーンとか、そういうのも全部詰まって出来上がった時にすごい感動しましたね。あ、こんな風になるんだみたいな、やっぱ台本で読んでた物語とはこうちょっと違うというか、また見え方が変わる、めっちゃいい話だなみたいな。全然緊張してて覚えてないけど、セリフが一番セリフが長かったのに、噛まずに噛まずに、いつも噛むのに一回さ、そのたまたま私がゆかる の撮影現場を見に行った時に一、うん、回ね噛んでたの、うん、でいつもラジオの時とかって噛むと、うん、あーみたいな、こう、うん、ケラケラみたいになるけど、うん、その時はガチでやばいみたいな一回だけだった。本当に、なんか私のキャラユカロスが出てくるの結構終盤なんですよ、うん、でその出てるシーン自体は少ないんですけど、そのセリフが結構長文のものが多くて、でもやっぱ覚える量的にはみんなの方が全然多いので、絶対間違えちゃいけないっていうのもあったし、絶対間違えちゃいけない絶対間違えちゃいけないみたいなプレッシャーすごいあったので、お家でめっちゃ練習しました、一人でブツブツ、あれを一人で練習して一人でブツブツ、ね、私後から入ったのでみんながもう撮り始めてて後から行ったので、なんかそのもう私が行った時点でみんなすごい演技をちゃんとしてて女優みたいないやいやで感じに見えたのよ、3人が。だからあやばいやばい出遅れてるやばいみたいなのもありましたね、焦りみたいな。すごいなと思いました、本当に。
ありがとうございます、出遅れてとんでもないのが来たな、はい、逆にユカロスが最初だったらもううちらもガチガチだったかもしれない、うん、確かにこっちが緊張しちゃうかもしれない。私は超能力が使えるので時間を巻き戻したいと思います。はい、もしサイレントサイレンじゃなかったら私はありがとう、どんな人生を送っていたんだろう。すいません、ヒナ、もう私に関わらないでください。どんなに嫌われてても私はヒナが好きだよ。俺の隣にいてくれないか。見つかりたくないけど本当は見つけてほしい。私はユカロスだ。アレキサイもステージに変わる。でも私は自分のことが嫌いなままこの世界を離れたくない。今からみんなの元に帰ります。プレッシャーが半端ないですね。なんか自信ないかも、なんかちょっとあんまり反応良くないから。一人じゃ絶対できないけど4人だったら何でもできる場所。ヒーロー映画、もしも私たちが再々じゃなかったら